アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ボストン出身の男子テニス選手。1881年に第1回大会が開かれた全米選手権で最初の男子シングルス優勝者になった選手で第1回大会から7連覇を達成した。グランドスラム優勝7回は1925年にビル・チルデンに抜かれるまでは歴代1位大記録だった。フルゲームは リチャード・ダドリー・シアーズという。彼はボストンの名家に育ち、親族にも多くのテニス選手がいた。1881年に全米シングルス選手権の第1回大会がアメリカ・ロード・アイランド州、ニューポートで開催され、24名の男子選手が参加した。当時まだハーバード大学に在学中であったリチャード・シアーズは帽子とネクタイと半ズボンを着用し、 足には長いウールのソックスを履き、やや傾きのある重さ16オンスのテニスラケットでプレーしたという。歴史的な男子シングルス1回戦を6から0、6から2で突破したシアーズは最初の決勝戦でウィリアム・グリーンを6から0、6から3、6から2のストレートで圧倒し、全米シングルス選手権の第1回優勝者に輝いた。最初の3回は、 通常の勝ち抜き戦であったが、第4回大会の1884年からチャレンジラウンドが導入された。この方式は、ウィンブルドン選手権では第2回大会から実施されており、大会前年優勝者を除く他の選手たちがチャレンジラウンドの1回戦から勝ち抜き、それを制した選手が大会前年優勝者への挑戦権を得て、オールカマーズファイナルで優勝者を決定する。 大会前年優勝者は無条件でオールカマーズファイナルに進出できたところが現在のシステムとの相違点であった。シアーズは第4回大会からチャレンジラウンドの優勝者を待ちオールカマーズファイナルの決勝を戦うのみとなった。この頃にシアーズは自分のテニススタイルも大幅に変えトップスピンをかけたフォアハンドストロークを多用するようになった。 1887年の第7回大会まで負けなしの7連覇を達成した後、シアーズは無敗のまま全米シングルス選手権を引退した。リチャード・シアーズはウィンブルドン選手権でも1884年に大会史上初の外国人出場者となった。ウィンブルドン選手権に初遠征した外国人選手はリチャード・シアーズ、ジェームズ・ドワイト、 エールライブズの3人だった。シアーズはシングルスの初戦を出場断念し、ドワイトとのダブルスでは準決勝まで進んだが、当時のウィンブルドン選手権に君臨していたウィリアムとアーネストの連勝兄弟に0から6、1から6、2から6で完敗した。その後、シアーズは1887年と1888年の2年間、全米テニス協会の会長を務めた。 アメリカのテニス氏の黎明期を築いたリチャード・ダドリー・シアーズは1943年4月8日に81歳で死去した。それから11年後の1954年にジェームズ・バン・アレンがニューポートの地に国際テニス伝道を設立した。第1回の国際テニス伝道入り式典は1955年に行われ、シアーズは 1> 第1回の全米選手権優勝者として他の6名の選手と一緒に最初の殿堂入りを果たした。最初期の殿堂入り選手は大半が全米選手権で活躍した選手に限られたが、やがてウィンブルドに優勝者なども殿堂入りするようになり、現在は世界のテニスの歴史的名選手を記念する博物館になった。全米選手権も 歴史と共に変遷を重ね、1968年から現在のような全米オープンになったが、それまでは男女のシングルス、ダブルスがそれぞれ別々の会場で行われた。ありがとうございます。